っちがいい？自分に？それとも中島くんに？どうしてそこまで話が飛躍するのよ。二人のゴール見届けられると思ってたからさ。警視庁初の特別捜査班に辻本夏美巡査の参加を要請したいと考えています。こうして二人でパトロールするのも今日で最後か。ねえ、警視庁の特別捜査班本当に聞きない？またその話。私から葛城警視にもお願いしてみるから。夏美、みゆきの実力ならきっとやれるって。また一緒に暴れよう。別に私は大きな事件を追いたくて警察官になったわけじゃないもん。町の人たちが安全に暮らせるように交通違反者を取り締まる、それだって警察の大切な仕事だと思ってるし、私なりに誇りを持ってるわ。もう何情けない子してんのよ。夏美は自分の手で自分の夢掴んだんでしょ。突っ走っちゃったよ夏美。夏美が夏美でいるためにさ。どうしました？ちょっとね、エンジンかかんないんですよ。巨人の元木選手、高橋選手、私たちが直しますよ。任せてください。みゆきに直せない車はないんですよ。バッテリーのラインが緩んでただけですから、もう大丈夫ですよ。お、かかった。マジで？俺は開幕戦のチケットで結構ですから。お弁当とビールもよろしく。任せてください。きっちり吉野部が用意させていただきますから。これは神さんが財布握ってるから。お世話になりました。ありがとうございます。来年も応援よろしくお願いします。なるの？私たちみたいな父兄に？父兄は正義の味方だからそうだね、父兄は正義の味方だったら好き嫌いなくいっぱい食べて強い父兄さんになるんだぞ。なんだよ、こんなとこに呼び出したりして。こないだのおとり捜査の件まだ謝ってなかったからさ。ホント中途半端な告白させやがって。なんなら今ここでやり直す。どうせ今は仕事に夢中だからとか言うんだろ。私のこと分かってきたじゃん。自己完結するなよ、付け合える隙ねえだろ。ごめん。葛城さんのチーム相当きついらしいぞ。望むところだよ。大した自信だな。交通課のみんなにわがまま許してもらったんだもん。負けてらんない。お前なら大丈夫、きっとやれるよ。俺からの選別。力湧いてきた。思いっきり暴れてこいよ。うん。何食べよう。お肉がいい。肉か。じゃあ特大のシシカバブー。シシカバブーがいい。寒い。寒いね。うん、はい、うん。
ません、私は脇役ね。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。おい、なんだよ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 、ちょっと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 、お前らちょっと待てよ。京都ゆきおは言わせてもらいます。中島くん、何ぼーっとしてんのよ。みゆきさんが今どんな気持ちでいるか分かってんですか。けなげにしてるけどね、胸の中は辛くて張り裂けそうなのよ。みゆきを慰められるのは中島くんだけでしょうが。それはな、慰めるのは簡単だけども弱みにつけ込むのはフェアじゃないんだよ。フェアじゃ、そんな理屈こねてるから何も進展しないんでしょ。もたもたしてると中島くんに傾いてるみゆきさんの気持ちくるって変わっちゃうよ。女心は気まぐれなんだから。小早川はな、そんな女じゃないんだよ。お前らとはな、ここが違うんだよ。ここが俺の殺し文句。ほとんど期待しないけど一応聞いてやる。そうっすね。俺のベッドでお前のハートを温めてやるぜベイベー。お前ベタベタじゃねえかそれ。ベタベタが効くんです。ここ一番は。お待たせ。小早川。何よ、こんなとこに呼び出したりして。俺のベッドでお前のハートを温めてやる。小早川、ちょっと待ってくれよ。小早川、おい。高木、ごめんなさい。高木。はい、タイムアウト。スキーノックオン。おい、何してんだよ。駐車違反の現行犯よ。免許証。何がおかしいのよ。行こうぜ。ちょっと待ちなさいよ。うるせんだよ。免許証。はい、かっこいい。山口徹。公務執行妨害も加えてあげよっか。山口徹君。
あんた名前は？北東署交通課の小早川美雪。免許証返してほしければ署に頭下げに来なさい。行くよ。違反切符を処分？ああ、違反はなかったことにしよう。おっしゃる意味がわからないんですけど。君が取り締まった山口徹は民事党の山口さんのご子息だ。山口？警察出身の大物議員だよ。違反をもみ消せって言うんですか？君は相手に暴力を振るったそうだ。それは向こうが抵抗してきたから。たかが駐車違反だぞ。波状防衛だ。だからって納得できません。こんなことだったらこっちで処理するまでだ。管理官、警察の予算は山口議員が握ってる。君も自分が組織の一員だってこと忘れるな。社長、怪我を負わせたのはまずかったな。動かないで。麻薬取締法違反の現行犯で逮捕します。中国相当の麻薬を収穫。なんかノリに乗ってますね。こっちも腐ってらんのよね。すごいね。何してんのよ中島くん。人の机のもの勝手に見ないでよ。引っ越しすんのか。うん、一人じゃ家賃払いきれないし、シェアリングの相手だって見つからないしね。あ、そういえば俺も来月アパートね、更新だったな。あの部屋にも長いこと住んだし、そろそろ俺も引っ越しでもしようかな。そうだ、新しい部屋でもやっぱり探そう。小早川どう思うかな。勝手に探せば。この前のことまだ怒ってんのか。悪かった、二階堂たちに乗せられちゃって。強いあんなこと今さら何言っても言い訳だよな。いい物件見っけ。え、中島くん好みの物件だよ。両国駅から徒歩5分、 2LDK のマンションで家賃は8万。そんな安い物件あんのか。父兄とのシェアリングで家事はきちんと分担するっていう条件付きだけど。え、それってまさか。私も引っ越すの面倒だしさ、中島くんさえ良ければ、うちに来れば。本当にいいのか。言っとくけど同棲じゃなくて同居だからね。同棲？本当かよお前。同棲じゃなくて同居だよ、同居。それにしたって大した進歩じゃねえかよ。でも女から誘うなんて大胆だよな。そういう男だ女だ言ってる時代じゃねえんだよ。でもさ、中島さんもそろそろちゃんとけじめつけたら。けじめ？お前自分の気持ちまだちゃんと伝えてねえんだろ。みんなコーヒー入ったよ。ああ、サンキサンキ。ちょっと待ちって言ったか。お前らアドバイスするか。考えろ考えろ。お前らアドバイス。今ならまだ間に合うんじゃない。みゆきさんに自分の気持ちぶつけなくていいの。お前さ、なんか勘違いしない？確かにみゆきさんには憧れてたけど、別に恋愛の対象なんか考えたことないぜ。嘘嘘。でも今は本当。もうこみち、晩ご飯何食べたい？カレー以外なら何でも。じゃあシチューにしよっか。ルーが違うだけだろ。ブーブー言わないの。
この住所のとこ探しとるとですが。ああ、近くまでご案内します。でも大丈夫です、任せてください。あらよりこ、あとお願い。あ、はい。勝野木さん、尾行に気づかれて。お孫さんの誕生日、来年小学校上がるとです。お祝い兼ねてお席半炊きまして。お孫さん喜びますよきっと。じゃあ私はここで。お宅までお送りします。もうここならもう。ありがとうございました。ケイさん、どうも。それじゃあ。拳銃のバイオリン捕まえたそうです。いつ僕当初に強制送還されるかって心配してたけど、立派になったわね辻本さん。なんかくすぐったいな、課長に褒められるなんて。今日夏美が追ってた車にお年寄りが引かれそうになったわ。夏美を見てたよね。犯人を追いかけることで頭いっぱいでさ。お年寄りを心配する余裕なんかなかった。だったら犯人を捕まえた後どうして無事かどうか確かめようとしなかったのよ。こんなところで自慢話なんかしてる場合かな。そういうつもりで来たわけじゃないよ。ただ小さいこと気にしてたら凶悪犯の捜査できないでしょ。どうしたの？彼が今回のこの自動車窃盗団の中心的人物と考えられています。タミヤ・ノリタケ38、今回はこの彼の確保を最優先と考えます。タミヤは現在住所不定。よっ、いらっしゃい。あ、中島くん。おやじさん、熱燗一つちょうだい。それとさ、おでんもたくさん。はいよ。一人で酒酒なんてらしくないんじゃないか。大きなお世話よ。辻本の話聞いたよ。夏美だけは変わらないと思ってたのにな。あいつは今仕事が楽しくて楽しくて仕方ないんだよ。だからついはしゃいでハメ外しちゃったんだよ。きっと今頃後悔してるよ。はい、お待ち。お、来た来た。はい、はい、どうぞ。なんか中島くんの方が夏美のこと分かってるみたい。何言ってんだよ。なんか尺だな。っていうか私どっちに嫉妬してんだろう。あっち。うわ、ちょっと。あっち。あ、すいません。何やってんの。あ、暑いんだもん。かよ。おい、
識が全然戻らなくて今晩までまだそうです。マキちゃん、今日お母さんの誕生日で、残業で遅くなったお母さん駅に迎えに行く途中事故に巻き込まれたんです。逃げた車の特徴は？目撃者はいないの？今岡林さんたちが捜索中です。岡林さん、犯人が自首してきたよ。相手はどんなやつ？それが警視庁が事件を処理してるってどういうことよ。そんな出張るような事件じゃないだろ。俺だって何が何だか。課長、犯人の名は田所富夫、49歳、上野中央署の生活安全課の刑事らしいわ。警察官？脇見運転で事故を起こし怖くなって現場より逃走したそうよ。課長、その容疑者私たちに取り調べさせてください。うちの管轄で起こった事故ですよ。もちろん私も頼んだわ。ただうちで処理するの一点張りでね。今度は警察官の不祥事の隠蔽ですか？それが今から大々的に記者会見を開くそうよ。ちょ、どうして？おかしいですよこんなやり方。とにかく発表を待ちましょう。やけに潔いですよね上層部の人たち。しかも事故の翌日よ。手回しが良すぎるわ。ちょっとおじさん、何すんのよ。それはこっちのセリフで。なんだあのざまは。あいつは犯人じゃねえよ。白い四駆に乗ったガキどもだい。どうしたの？ひき逃げ事件の真犯人他にいたんです。どういうこと？公園のホームレスが事故の一部始終を見てたんです。警察は真犯人をかばうために田所刑事を犯人に仕立て上げたんです。何ですって？山口議員の息子？みゆきが？分かった、私も裏探ってみるから。代表選を控えた大事な時期ですからね。山口先生とはこれからも長いお付き合いをしたいと思ってますんで。ああ、来年の春の人事期待しててくれ。名前、お心遣いありがとうございます。東君、君は春には本部長だ。また何かありましたらいつでも声をかけてください。ああ、ありがとう。じゃあ。おい、ちょっと君、待ちたまえ。誰だ君は？北東署交通課の小早川巡査です。少しは礼儀をわきまえたまえ。何しに来た？昨日の夜、うちの管内で起きたひき逃げ事故についてお話が。その事件はもう解決した。余計な首を突くな。偽の犯人ででち上げようとしたって無駄ですよ。何の話だ？とぼけないでください。目撃者がいるんです。犯人の顔も車のナンバーも覚えてるんです。山口さん、真犯人はあなたの息子さんですよね。スキャンダルを恐れて事件のもみ消しを指示した。いい加減にしろ。失礼に程があるぞ。そんな話世間が信用すると思ってるのか。それに容疑者の田所自らが犯行を認めてるんだ。おい、確かに君の言う通り真犯人は私の息子だ。山口先生、じゃあどうして田所刑事は？取引したんだよ我々とね。どういうことですか？田所刑事は地域の風俗店から警備協力の名目で月々3万円を受けたんだ。本来なら服務規定違反で懲戒免職になるところだが、次の就職先の斡旋と引き換えに今回の罪をかぶってもらう。そんなの無茶苦茶です。
山口徹は人一人の命を奪いかけたんですよ。その子は今病院で必死になって戦ってるんです。事件はすでに処理された。この件はもう忘れろ。君の返事次第では懲戒免職も辞さんぞ。警告の次は脅迫ですか？これが私たちの信じてた警察の実態なんですか？何が望みだね。金か。欲しいだけ言ってみろ。バカにするのもいい加減にしてよ。いくら大きな声を出しても無駄だよ。君一人警察から消すことぐらいわけないんだ。君にはしばらくの間公安を張り付かせる。この仕事を続けたければバカな考えは捨てることだな。あんたたちね。首を突っ込むのってどういう意味ですか？とにかく関わるのはよしなさい。事故に遭った子は私もよく知ってる子なんです。お願いします。真相を確かめさせてください。そんなことしたらあなたも葬られるわよ。分かってちょうだい。あなたのような優秀な部下を失いたくないの。石山さん、娘の意識が戻りました。アキちゃん、もう大丈夫だからね。お母さんに聞いた？犯人捕まった。やっぱり警察は正義の味方だよね。事件の真相を聞いた。みゆきバカなこと考えてないよね。警視庁を敵に回して勝ち目なんかないって。夏美はどうして警察官になったの？どんな警察官になりたいと思ってた？心情の都合により退職させていただきます。小早川さん、これ以上ご迷惑かけられませんから。あなた自分が何をしようとしてるか分かってるの？真希ちゃんに言われたんです。大きくなったら私たちみたいな父兄になりたいって。え？警察は正義の味方だからって。待ちなさい。辞表は今日一日預かっておきます。自分の信念を貫き通すつもりだったら
最後まで警察官として行動しなさい。課長。このまま行かせるんですか？課長。署長室行ってきます。トールがたむろしている場所が分かった。ヤヒルの廃工場だ。お前か、絶対無茶な気はするなよ。いざって時は先輩のとこ永久就職しちまえ。おいおいおい、二人ともありがとう。そうか、やっぱり飛び出したか。申し訳ありません。小早川巡査が公安を振り切って逃走したそうだ。なぜ我々の命令を無視した？それは小早川巡査の警察官としての誇りでしょう。くだらんことを。警視庁を吹っ飛ばす気や。腐った警察官を一掃できるんだったらそれもありじゃないですか。貴様。まあまあ、そうカリカリしないで一曲刺しましょうね。やりましょう。はいはい、やりましょう。さあさあさあ、あれ、これでいいのよ。この仕事を続けていくためには目をつぶらなければならないこともあるの。夏美はどうして警察官になったの？どんな警察官になりたいと思ってた？現れたわ。相手は武装している可能性があるわ。応援を要請しましょう。何してるの？辻本さん、いきなり海外留学なんて大丈夫なのか？英語喋れんのかよ。親父が勝手に決めたんで知ったことかよ。なるほど、選挙を控えてバカ息子を海外へ追い出そうってわけ。でもそう簡単に逃がすわけにはいかないわよ。またあんたか。やめ！山口徹、ひき逃げ事件の真犯人はあんたね。だったら今すぐ警察に自首しなさい。もう蹴りついただろうが。警察甘く見ないで。
なことしてどうなるかわかってんのかよ。何も反抗できずにくだまいてるくせに偉そうなこと言うんじゃないよ。なんだそこら。私がその少年叩き直してやるわ。そんなに死にてえなら望み通りぶっ殺してやるよ。やれ。流されちゃダメ。せっかくのチャンスを棒に振る気？何かを得るためには何かを捨てなきゃならないの。死にたくなかったら謝れ。すいませんでしたって頭下げろ。てめえ、バタフライナイフか。だっせ。のじめ。大丈夫。だくせっかくの美貌台無しだよ。あんたどうして。みゆき一人だけ楽しませんのは尺だからさ。それにみゆきのためだけに来たんじゃないよ。バカ。あんたって大バカだよ。みゆきほどじゃないけどね。遊びの時間は終わりだよ。腹くくってかかってきなさい。それでは次に当施設の誘致に尽力を注いでいただきました山口先生に敬意と感謝の意を表したいと思います。それでは除幕のご用意をお願いします。それではどうぞ。いやありがとう、ありがとう、ありがとう。山口さん、息子さんが警察に出頭してひき逃げ事件の一部始終を話してくれるそうです。なかなかいい根性してますよこいつ。誰だこの男は。目障りだ、早く連れてけ。それはないんじゃないですかお父さん。バッチちらつかして選べてるあんたよりこの二人の方がよっぽど根性入ってるし、イケてるぜ。ちゃんと言えたじゃん。署で待ってるからね。ということで山口さん、今夜のニュースステーション楽しみにしてます。山口さん、これは一体どうなってるんですか。一言コメントお願いしますよ。
わかりました。課長、小早川と辻本は？やったわ社長、やりました。あの子たち。なんだよ、脅かすんじゃないよ。よし、みんな祝杯だ。いやだ、これで荷物終わりだよね。ああ、休憩しようか。そうだな、お茶入れてくるよ。よろしく。小早川、ずっと待たされるけど、これ受け取ってくれ。ちょっと偉そうだよな。お前さえよければ、もしも、もしも気に入ってくれたら、この指は。ここまで卑屈になることはねえか。何ブツブツ言ってんの。いや、なんでもない、あ、小早川、あの、実はさ。罪、どうしたのよ。辻本、これどこ運べばいい。これどうして。は、重っ。夏美、どういうこと。実はね、例の一件で特別捜査班から追い出されちゃってさ、また僕当初で働くことになったから、よろしく。じゃあまさかこの荷物。もちろんここに住むに決まってんでしょ。おい、ちょっと待ってよ。ここはな、俺と小早川の愛の巣なんだよ。なあ、お前住むとこなかったら岡林のとこ転がり込めよ。ちょっと長島さん、なんで言わないでくださいよ。なんだ、言ったー。なんだ、ダメですって。なんだよ、4人じゃ住めないんだよ、ここ。4人で住みましょうか。住めないじゃん、お前が会社住めないとこ住めよ。あ、どうぞ。何よ、気になるでしょ。私の隣にはやっぱ夏美が似合ってるなと思って。まあ、錦糸町6丁目で強盗事件発生。付近を通行中の車両は現場に急行せよ。不起訴そう、これだもん。だからやめられないんだよね、この仕事。飛ばすよ夏美。あこの番組は花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。